ですけど、あ、以前ね、誠くんとやってたポールさんとやらせていただくけど、どんな感じだった？ちっちゃい子、どんな感じだった？いや、マジでお前は無理。おい、はい、どうも、玉城ゲゲです。佐藤です。ということで、本日は M&G の方と芸人さんでの方で、豪華ワンオンワンウィークの方やってるんですけども、まあ、そちらの方も概要欄に貼ってるので、ぜひ見てください。ということで、本日とある感じでやらせていただくんですけど、勝てると思うので、いや、でも、まあ、こちらの動画、マルコさんと、ね、いいみたいだったので、これを見たら、勝てます。勝てます。どんな感じだった？いや、マジで。お前は無理。おい。お前、勝てると指導するわな。もう一回行かせてもらいます。M&G だぞ。ということで、じゃあ、登場していただきましょう。お願いします。お願いします。はい、ポールさんです。ちなみに僕のプレーって見たことありますか？ああ、マジですか？そうですよね。初見だとか結構いけるんだよ。結構、分かれてるって本当に止められちゃう。どうすればいい？ここじゃない。今、何を俺はそう思った？今思った？いいやね。今やね。僕は今回、このワンオンワンウィーク全てをかけて、ね、全勝したいと思うので、説教してマルコさんが確か言うので、ああ、よし、じゃあ、よし、お願いします。お願いします。お願いします。
なんで喜んじゃってるわ。マルコさんの時もそうだけど。ここからです。国語。あーくそー。じゃあ。ということで、ノルさんとお話をさせていただきました。ありがとうございます。おいしいです。ハングルされたし。俺は何が何だかよくわからない。俺もちょっとよくわからない。今のは本当に、はたまたバスケットなのか。もうそういう事件のレベルなの。もう、ハングルされたし。もう、どうだったらいいっすよ。マジで勝てると思ってたからさ。いや、俺も結構ガチで勝てると思ってた。6点半があれです。6点先取ったら俺ったよ、6点。あの時俺、マジこれいけると思ったんだけど、甘かったっす、普通に。普通にどうでした？はいっす。もう一個一個ついてったら、俺ダメだと思って。ちゃんとちょっと引いたっす。レッドカード見て、っていう感じだったんですけど、いや、マジで、なんかやれてよかったっす、みたいな。よろしくお願いします。ぜひね、こちらの挑戦も。ボラホリケーブルが多分これからいっぱい出てくると思うので、ありがとうございました。よくいて、さすがによくいて、あれは。